はい、老齢厚生年金の支給停止解除支援業務ですね、そういった業務を中小企業の経営者様向けにご提供しているんですけれども、一般的な年金の解説書とかですね、あるいは、厚生労働省日本年金機構のホームページとかですね、市販の書物などでも年金の支給停止というような言い方をされてますね。ところが、これは堅苦しい、大変堅苦しい言い方ですよね。で、一般の経営者の方でよくおっしゃってるのは、年金カットとかですね、年金ストップとか、カットの方が多いですかね、年金カットっていうような言い方をされてますので、そういったお話の仕方の方が分かりやすいかなというふうにも感じてます。あとは、年金支給停止っていうのは、これは年金を払う側から言ってるような言い方なので、一般の経営者の方はむしろ年金受給停止というような、言い方をされているケースもありますね。だから我々専門家ですね、ともするとその相手の立場といいますかね、社長様、年金受給者の方の立場を、忘れて一方的に話してしまうような、ケースもありますので、ちょっと注意をしたいなと感じました。